アメリカ合衆国特許大3386,883万号1968年6月に登録されたフューザーフィロファーンズワースフューザーもしくは単純にフューザーとはフィロファーンズワースによって発明された核融合装置である。数多くの研究者により開発されてきた従来の核融合装置との大きな違いは磁場によって プラズマを封じ込めて緩やかに加熱するのではなく、反応容器内で瞬間的に高温状態を作り出す、完成性電状閉じ込め式という点である。開発当初は各融合エネルギーの実用化かと期待されたが、開発が進むにつれ困難であることが判明したので、中性子発生装置としての用途に活路を見出された。今日では、その特性を生かして、非破壊検査や、 地中の地雷や爆発物等、見えない、危険物質のスペクトルを、エネルギー分散型 X 線分光系で検出する、用途や、医療用の同位体の製造を目的として開発が、進められつつある。フューザーの原型は、テレビジョンの先駆者として知られるフィロファンズワースによって、発明された。1930年代初頭、テレビ向けの真空管を設計していた、彼は、 電極から電極への電子の移動が、高周波磁界によって阻害されるという興味深い現象を発見し、マルチパクターと名付けた。その結果、電子を真空管の中央に貯めることができ、高い増幅率を達成した。同時に、大量の電子が電極に衝突し電極を侵食してしまうため、現在ではこのマルチパクター効果を防止する対策が取られている。 ファーンズワースはこの現象を研究するうち、核融合の実現に、重要な高温高密度プラズマの保持に応用できると、思いつき、電子もしくはイオンの壁によって、プラズマを閉じ込める装置を考案した。彼は、この仮想電極の概念を、フューザーと名付けた。ファーンズワース型の原型的なフューザーの設計は、円柱状に配列された電極を基礎としており、 マルチパクター効果の原型に基づいている。まず、電極を正の電荷にしておき、燃料を正の電荷にイオン化し、電極の外側の小さな加速器から電極に設けられた穴を通して打ち出される。一旦穴を通過したことで、燃料は高い速度で内側の反応部の方へ加速される。正の電荷を持つ電極からの静電圧力は燃料を チャンバの壁から離れるように保ち、新しいイオンの衝突によって中心部に高温のプラズマが生成される。彼はこれを完成静電場を閉じ込めとしており、この用語は今日まで使用が続けられている1960年代、様々な形式のフューザーが組み立てられた。これらのモデルは、元々の概念とは違い、球場の反応部を利用しているが、その他の点では類似している。 ファーンスワースは公正に研究運営を公開し、いくつかの研究室は独自のフューザーの設計を作り上げた。これらは一般に成功したが、この形式は加速器から供給される燃料の量がスケールアップ上の問題となっており、燃料の少なさが反応が急速に失われる理由となっていた。アメリカ合衆国特許第353万497号。 US353497 ヒルシュミークスフューザーロベルトヒルシュの登場によって研究は大きく前進した。彼はイオン加速器やマルチパクター効果に頼らない新しい設計のフューザーを提案した。これら既存のシステムの代わりとして2つの球状電極を入れ子のように配置して枠の内側は希薄な燃料機体で満たされる構造になっていた。 この形式において加速器は必要なく外側の電極の周囲のコロナ放電が十分にイオン源として利用できた燃料ガスは一度4化すると負に帯電した内側の電極の方向へ引き寄せられさらにガスはこれらの電極を通り過ぎ中央の反応部に入っていくという方法であった相対的なシステムはコンセプトとしては最終的に ファーンワース式の原型的フューザー設計の類型になっていたが反応に利用する電極は内側に設置されているイオンは内側の電極の近くに集められ静電下の殻を構成する殻の外側からの供給された新しいイオンはその速度から殻を貫きイオンは一旦殻の内側に入ると中心部への圧力を受けるまたこの時冷却機も 自らからの中に入り一緒に集まる。これによって中央部でプラズマが発生する。このデザインは正式にヒルシュミークスフューザーと呼ばれ、今日まで研究が継続されている。1980年代初期以降、大型装置の発展の遅さに失望した物理学者たちはフューザーによる核融合を諦め、代わりとなる設計に、 研究の矛先を変えていった。一方で、イリノイ大学アーバナシャンペーン校のジョージミレーは、フューザーについて取り上げ、学会に再導入を図り、この時、以来、フューザーに対して低くとも安定した興味が維持、されている。この後、フューザーを基礎とする中性子発生器の開発が、成功し商業的に導入された。 ロバート W ブ,ブーサーは2006年からは彼が亡くなる2007年までフューザーと類似した設計のポリオエルと呼ばれる炉について話しておりこれは発電機としての能力があると明言していた反応容器内の外側に陽極中央に陰極が配置されるに帯電した家電粒子は陰極に向けて加速する電場が過電粒子を 各融合反応が生じる温度に加熱する。過電粒子が内側の陰極をすり抜ける。一部の過電粒子は各融合反応をする。フューザーが中性子を発生させる原理は、真空容器の中央部に幾何学的透過率の高い陰極を配置して、負の高電圧を印加することで過電粒子を生成して、それらの過電粒子は電極間の電位差により、 装置の中心へ加速して、陰極の反対側へと通り抜け、通り抜けたンは減速して、再度中央部へと加速される。この加速、減速を繰り返す周回化電粒子により、周回化電粒子同士、周回化電粒子と背景粒子、周回化電粒子が、プラズマ内で中性化した、加速中性粒子と背景粒子の衝突が発生する。この衝突時に、 粒子密度や速度などに依存する確率的核融合反応を引き起こす。核融合反応の発生する理由は二重移動ポテンシャルの効果やトンネル効果などが考えられるが、詳しい理由はまだ解明されていない。核融合反応によって発生する粒子は封入されるガスの種類によって変えることが可能で中性子を発生させるためには重水素。 見え水素ガスが主に用いられ、ガス種を変更すれば発生する粒子の種類を変更することが可能で粒子の持つエネルギーが単色で、発生量や発生時間の調整が自由にできるという特徴がある。パンズワース、ヒルシュフサの運転中にスターモードと呼ばれる、特徴的な電極間のプラズマから発せられる、光線核融合反応は、原理としてはエネルギーを発生するため、 核融合エネルギーは動力化できる。重水素と見エ水素は低いエネルギー反応で起きるが、この時でもイオンは最低で4500万系に相当する4ケブを持たなければならない。このような温度下では燃料原子はイオン化されプラズマの性質になる。実用核融合発電所では核融合反応は最初のエネルギー損失を補うのに、 十分な量のエネルギーが発生しないといけない。反応率は温度と燃料密度によって異なり、損失率はエネルギー閉じ込め時間、タウイーに特徴付けられており、必要とされる、最小状態は、ローソン基準で表現される。磁場閉じ込め方式では磁場によって保たれた、高温のプラズマによって要求される状態に到達させるが、これは研究によって、 非常に困難であることが証明されている。システムの応用の複雑さは実用発電機への設計の有用性を損なっている。元来のフューザーは、いくつかの小さな粒子加速器を使ったもので、本質的には両端をなくしたブラウン管のような構造で注入されたイオンは、比較的低い電圧で真空の反応部に投入された。ヒル形式のフューザーでは、 反応部で、イオン化され、薄められたガスによって、イオンが生産される。この形式では、大きさが異なる同心の球形の電極を持ち、内部のものは、外部のものに対して負に帯電している。イオンは一度電極の間の範囲に入ると、中心部に加速される。フューザーでは、イオンは、数ケブの電極によって加速されるため、何らかの過程でエネルギーを失う前に、 イオン融合する限り加熱する必要はない。どんな基準でも4500万 K はとても高温で、あるにもかかわらず、対応する電圧は、たったの 4KV で、この基準は、ネオンライトやテレビといった機構の中で、一般的に見られるレベルである。イオンが、初期エネルギーを維持しているのであれば、反応断面積のピークの利点を利用して、あるいは中性子の生産のような高エネルギー維持に起こる。 不利な反応を避けて、エネルギーに転換することができる。イオンエネルギー増大の容易さは、陽子と、酵素11の核融合のような高温での核融合に特に有用と考えられている。この融合形式に必要となる燃料は豊富で、トリチウムを必要とせず、第一反応では中性子を発生させない。一方で、静電電位が十分なため、 イオンと電子の両方を同時に捉えることができないため、電位電化蓄積の範囲でなくてはならず、これは結果として達成可能な密度に上限をもたらす。相当する出力密度の上限や、さらに DET 燃料の過程は、動力源としては、小さすぎるとされる。エネルギー源として利用できるかどうかとは別に、フューザーは、すでに非破壊検査や、 医療用の同位体の製造に利用可能な中性資源として利用可能であることが証明されている。発生する中性コ束は原子炉や粒子加速器で得られる量ほどは高くないが多くの利用には十分な量である。重大なことにこの中性子発生装置は卓上に設置可能で容易に始動停止が可能である。 商業的なフューザーは非中核ビジネスとして宇宙インフラ用途のためにダイムラークライスラーエアロスペースが1996年から2001年にかけて開発していた。計画の円満終了の後、以前の計画部長は NSD フュージョン社を設立した。日本でも対人地雷の探索を目的として開発が進められた。高校生によって作られた。 自家製フューザー小規模の展示用のフューザーであれば、素人でも作ることができ、高校生の科学実験などに用いられている。スポット溶接された電極とステンレス構成の輪を、右のアングルにつなぐフューザーの電極は、厳密に配置しなくても良い。外部電極は、ビーチボール台にする。内部は、卓球の球から、野球の球の大きさにする。 ネオンサインや X 線装置に使用される高圧トランスと高圧増幅機を使用する。自動車のスパークプラグ用電線で電気を送る。スパークプラグもしくは似た外資で真空容器と電線を絶縁する。重水素は核物質として規制されていないものであれば入手できる。中性子はアルミ、銀、インジウム白、もしくは プラスチック中性子検出器と光検出器で測定できる。電圧は2万ボルトで危険である。中性子の放射は電圧を 40KV 上,上昇させる。X 線の放射も危険である。観測窓は遮蔽する必要がある。ありがとうございます。